はい、公務員によるね、公務員による移民政策ね、なんか358万人って出てきてですね、これテレビでやってみてですね、はい、公務員によるね、移民政策ね、はい、はい、以上ですね、はい。なんでね、そんなことやんのかね、公務員ってね、本当にね、公務員全員首だよね、もうね、本当にさ、私だったらもう徹底的に反対するけどね。まあそういうもう人生じゃないのでね。もうどうしようもね、これ録音するだけで終わっちゃいますけどね。はい。でもまあ、やんないよりいいですよね。はい。すごいね。どんどん増えてね。なんか、2000万人とかになったらどうなるんだみたいな記事が出てまして。外国の人がね。外国人が2000万人になった。もう本当、まあそうなるでしょうね。なるでしょうね。うん。なるよね。これね。どんどん増えてんだから、毎日ね。はい。どんどん生活保護も増えてね。外国人ね。うん。飛行機で来てね。3日で、生活保護取れてね、うん。はい。で、しかもなんだ、なんかこの間取ってたね。1人30万っていうのを取ったんですけどね。1人30万も。4人で120万ですよ。それどういうことなのかね。でもそうだって書いてあるんだからね、そうなんでしょうね。うん、はい、はい、以上でね、いろいろね、ツイッターでお調べくださいませ。はい、はい、どうもすいません、失礼します。